研究ニュースとは日本の中央競馬専門の競馬新聞である。発行元は株式会社競馬ブック大阪支社。1933年に東京で創刊した競馬研究と大阪で1946年から発行していた競馬ニュースが共通の親会社である競馬ブックの旗の下、2012年に統合され新たなスタートを切ったものである。また、 旧競馬ニュースはその末期に、東海異性ローカルで発行していた、競馬ファン、競馬、ダービーを事実上休合しており、それら各種の系譜も投資に引き継がれている。販売されていた、競馬研究過去には、南関東競馬版、競馬研究も発行していた。また、現在も高知競馬場の専門誌に、競馬研究が存在するが、直接の関係はない。 日本競馬新聞協会、関西中央競馬専門誌協会加盟誌。全国エリアにおいて、主条版と重条版の2種類を発行。500円で8ページ立て、馬柱は縦組旧競馬研究時代は、一般新聞サイズだったが研究ニュースになってからは、漁師の競馬ブックと同じ A3 版に、コンパクト化した。2色ずりで、イメージカラーは青。キャッチコピーは、 オーシャンブルーの20丸チャレンジーズマイライフ本誌予想はバレエやレースの条件で担当を変えて行われている旧競馬研究1933年東京で週刊の予想雑誌として創刊戦時中に一度廃刊になったが1946年に復刊した1971年9月までは雑誌形式で発行していたが競馬研究者が 関西の最大手紙競馬ブックと提携したことにより、雑誌的な内容を競馬ブック発行の週刊競馬ブックに譲り、競馬開催の前日に発行する新聞形式の予想専門誌にリニューアルした。このため、週刊競馬ブックには1990年代まで関東、関西の2つの番が存在した。後に競馬研究者は正式に競馬ブックグループに入る。 この時に、松井創業に、社名変更した。同時に、競馬ブックは、正式社名を、松井創業から、現在の、株式会社競馬ブックに変更した。1989年、映画地下鉄銀座線末広町駅に近い、現在、ボート末広町というオフィスビルが建っているところにあった、旧本社を引き払い、JR 総武線錦市町駅にほど近い東京都、 高等区毛利に新築された競馬ブック東京支社の現建物に移転する。旧競馬ニュース合同新聞形式になった後の旧競馬研究と旧競馬ニュースは相互に提携し東西で住み分けて、いたが、漁師共通の親会社である競馬ブックの方針変更により、漁師を合同させて競馬ブックに次ぐ全国展開の競馬専門誌とすることになった。まず準備段階として、 東海伊勢で発行されていた同業多市を順次休業した。2009年、名古屋の競馬エース社が発行していた競馬ファンが休館となりそのスタッフは競馬、ダービーを発行していた大阪のダービー社に移籍した。続けて2010年12月、ダービー社は他の競技の新聞に集中するという名目で競馬、ダービーを休館とし、関連スタッフ全員が競馬ブックに移籍。 この時点で、関西発祥の中央競馬専門紙は、ブックとニュースという競馬ブックグループの西以外には、大阪の前夜通信社が発行する競馬日本が残るのみとなった。そして2012年1月4日発行の5日付から、競馬研究と競馬ニュースを紙面統合。信大号研究ニュースとなり、発行を開始した。関節部門の重複整理のため、 2017年12月24日付で、松井創業は、競馬ブック本体へ、吸収合併され解散。発行元が、競馬ブック大阪支社へ変更された。2018年、競馬日本が休館したことにより、関西発祥の中央競馬専門紙は、ブックと投資の二種だけとなった。競合の優馬が、東海異星での紙版発行を終了したのに伴い、 2020年10月3日付より関西版に限って紙面サイズを旧競馬ニュース時代と同じブランケット版に大型化し第3馬も含めた中央競馬全競争を掲載とした管轄地域は同じ競馬ブックが発行する競馬ブックと同様で印刷も競馬ブックと同じ全国6カ所の自社工場で行われているただし取り扱いがない地域もあり 奈良県と和歌山県は2019年1月に週刊競馬ブックともども発売を終了した。栃木県と群馬県は2018年に、茨城県は2018年と2019年に、山梨県は2019年にそれぞれ発売地域が縮小された。また、静岡県では卸業者の撤退に伴い2019年7月から大半のコンビニエンスストアで 扱いが取りやめられた。なお上版の発売を終了した地域でも、コンビニプリント版や電子版などの代替手段があり、引き続き全国で購入することができる。旧競馬研究、旧競馬ニュースの漁師とも、それぞれの販売管轄地域で放送される、テレビラジオの競馬中継番組に長年関わってきた。合同後も中継番組への CM 執行や、 解説者派遣は続いており、2011年からは、関西常駐のトラックマンも BS 全国放送で、東日本のファンの前に姿を見せるようになった。ラジオでは、旧競馬研究が1960年代に、ラジオ関東の競馬ロータリーに解説者を派遣したのを皮切りに、旧競馬ニュースも1965年、日本短波放送台にプログラム、 中央競馬実況中継で、西日本のレースの放送が始まったのを契機に、解説者の派遣を始めた。1984年、関東独立有局、中央競馬ワイド中継、中央競馬ハイライトのスタートを機に、旧競馬研究は、ラジオ日本の提供を交板、解説者派遣も中止して、ラジオ短波第一放送に切り替えた。これにより、ラジオ短波競馬中継、 ワイド中継、ハイライトで出演するトラックマンの統一を図った。休憩場研究は2009年度の放送を最後に、スポンサーとしては一時撤退していたが、2012年に研究ニュースに統合したことに伴い、新名義で再びスポンサーにつき、ラジオコマーシャルも復活している。なお、ラジオ日経では2019年現在でも、東日本のレースを扱う第一放送が、 休競馬研究出身内市は関東多市からの遺跡者西日本のレースを放送する第2放送は休競馬ニュース、競馬ダービー出身のトラックマンと担当が分けられている。メディア出演経験のあるトラックマンコマーシャル休競馬研究は2010年まで放送されていたワイド中継に出向していた。ミホトレーニングセンターに所属する著名騎手のレース中や 県領事などの映像をバックにして、チャレンジイズマイライフをテーマにした CM を制作。そのナレーションは、小川哲也によるもので、熱い思いを伝える、競馬研究、今、ヒーローと出会う、競馬研究などのバージョンがあった。CM ソングの歌手は、フェイスフリーで、曲名は、マイライフである。大井、川崎、船橋、浦和競馬版を発行してきたが、年月日より、 競馬ブックの南関東版として紙面が大幅に刷新され発行を終了。関連スタッフは全員、競馬ブック東京支社に移籍した。500円で4から6ページ立て、馬柱は縦組、一般新聞サイズ。中央版、同様に色ずりであった。看板評論家は、竹内康光。また、山形県の上山競馬ニュース社から移籍した、大きなおふみが、 東京 MX、東京シティ競馬中継解説者を務めていた。なお、南関東競馬版でも重傷及びダートグレード、競争開催の場合は、中央版の池田の予想も掲載されていた。a b 紙面上では、旧競馬研究が専門誌に転換した1971年9月から、関西版は合同後の12年1月からどちらも2017年12月まで、 松井創業の社名を使っていた。2018年以降は、両版ともに、旧競馬ニュースの正式社名だった、競馬ニュース社を名乗る。なお、関東版の発行所住所は引き続き、競馬ブック東京支社の所在地である、東京都江東区毛利となる。競馬ブックネット新聞購入。競馬ブック、2012年1月2日閲覧。 研究ニュースに生まれ変わります二千十二点一一全国公営競馬専門誌協会公式サイト当時は松井創業という社名だった株式会社松井創業国税庁法人番号公表サイト競馬ブック読者の皆様へ二千十九年二月の関西配送エリア縮小について競馬ブック二千十九年一月二十四日栃木県群馬県の読者様へ 競馬ブック2018年7月29日、茨城県の競馬ブック及び、週刊競馬ブックの販売エリアの縮小について、競馬ブック2018年8月31日、競馬ブック読者の皆様へ、2019年2月の、首都圏配送エリア縮小について、競馬ブック2019年1月24日記者、トラックマン、藤原幸研究ニュースホームページ。大川つとむさんのこと。 美穂村通信、管理人の一人ごと、2013年10月4日時点のオリジナルより、アーカイブ、2017年6月11日閲覧、星野さん、長い間、本当にありがとうございました。小島智美ブログ、小島のターフフレンズ2016年1月24日、更新。宇ど秀明のツイッター2018年12月27日、更新。 宮地和明、キャプテン翼、オフィスワイズスタッフブログ、株式会社オフィスワイズ、2010年12月15日閲覧、ありがとうございます。